週のじゃあスプリンターステークスの予想をじゃあ、今日は、ユキヤクトラックマンにお願いします。よろしくお願いします。そうですね、まあ、1200m ということで今ねちょっと未勝利戦行われたんですけど、まあ、去年のこの時期に比べて今年の中山ってちょっと時計がかかっている、かかってますね。そうですね、まあ、平均してやっぱ1秒近くかかっていて、でまあ今年のそのスプリンターズステークスのまあ決着時計もまあおそらく1分7秒とかの高速ではなく8秒台に突入するんじゃないかと思っていて、まあ、そういう馬場にマッチしそうなライトオン Q を買ってみようと思います。まあ、函館で見てたんですけどその頃はまだちょっと重い感じがして、でも実際にこの北海道で3回使って、まあ、1戦ごとにやっぱり内容良くなっていたと思うん で、まあ、ここがね当然大目標でしょうし、まあ、やっぱりもう販路でもね抜群のね脚力を見せていて、まあ、馬なりで、まあ、日曜日だったんですけど、まあ、11秒9っていうラスト2波の、まあ、抜群のラップで駆け抜けてますから、まあ、今はもう G1 でも通用の域に、まあ、はい、達したと思って、はい、ね、母の父もね去年勝ったねタワーオブロンドンのレイブンズパスなので、まあ、血統的にもね中山待ってると思うのでここから入りたいと思います。はい、で対抗は去年の2着だったモズスーパーフレアですね。はい、まあ、スピードはねやっぱ現役馬の中では抜群にあると思いますし、まあ最後ねやっぱゴール前まで粘りを見せてくれると思って、まあ、これを対抗にして、で3番手が、グランアレグリア。これも高松の宮記念はすごい足で外から一頭追い込んできてましたから、まあその直線の長い中距離よりはねちょっと中山なので、まあ、差し損ねる支援はあるかもしれないんですけど、まあ現役の中ではねスプリント能力も高いと思うのでこれ3番手に。なるほど、まあ、はい、まあ、2番手3番手は人気どこですけどね。そうですね、うん、でまあその4番手もダノンスマッシュなので、はい、まあ基本的には上位が強いという見立てなんですけど、うん、まあ、そこにライトオン Q が割って入るのを狙いたいと思ってます。あとじゃあアラポンとかどこか回しました印。そうですね、まあ、アウィルアウェイっていうのは、うん、北九州記念、うん、ちょっとねもうだいぶ後方にいたんですけど直線、まあ、目の覚めるようなというかもう鬼足で伸びてきて結局モズスーパーフリアとはタイム差なしでしたから、まあ、ちょっとね差しも決まる馬場傾向も加味すると面白いかなと思います。ちょっとやっぱり 外の方がいいかなって感じしますけど ね、 そうですね、馬場ね、馬場がね、はい、スピードだけではなくちょっとそういう力強さもいる馬場だと思います。まあ、馬券はですねどういうふうに組み立てますか。まず単勝、単勝、はい、さっき見たら15倍ぐらいあったので買って、うん、あとはねその印つけた上位のところに馬連を厚くですね、その対抗黒三角あたりに厚く買って勝負したいと思います。まあ、じゃあ頭で入ればもう嬉しい、うん、そのままはいプラスということで、はい、2着 OK。 はい、わかりました。